明乃です。12月30日に私のライブエレクトリックシープがあります。今回は私が一番気になっている、今一番気になっている AI をテーマに、アンドロイドが見る夢というような意味合いを込めて、電気羊エレクトリックシープというタイトルをつけました。前編ですね、映像とシンクロさせて、音の方もエレクトロニカを使ってお送りしたいと思っています。そのアンドロイドが見る夢の世界っていうのを表現できたらということで、今一生懸命やっております。音の方はずっと長く一緒にやってきた、ほがり久明くんと細見さかなくん、そしてバイオリンの東堂雅彦くんと、4人で音作りの方をやっています。そして映像の方もこちらももうずっとパートナーというか一緒にやってきてもらっているオレンジカラーの映像チームが作ってくれています。きっと誰も見たことがないような世界を表現できると思いますので、お忙しいとは思いますけれども、番書を送り合わせの上、ぜひぜひお友達を誘って来ていただきたいと思います。ぜひ来てください。待ってます。